DS がこっそりと置いてあるんですが、このようにはですね、はっきりとは見えないようになってますね。でもボリューム感があってコンパクトなモデルなんですけれども、すごく塊感が出てていい感じになってます。これが、シトロエンの DS インサイド、まあ、DS インサイドっていうのは多分いろんな意味があると思います。シトロエンはこれからDS という社名で、新世代モデルを送り出していくことになると思うんですけれども、その、多分いろんなエレメントがここに入っていると思いますし、今回はたまたまコンパクトカーの形をとってますが、多分ですねこれは今後のデザイン言語を相当含んでいるはずなんで、いろいろですねこう表現がなされていくんじゃないかというふうに思います。